今回はですね、トーク力アップ大作戦っていう動画で、新学期や新生活についての、まあ、フリートークとして視聴者さんからコメントを募集したんですが、いろんなね、まあ、お悩み相談になるのかな、結構お悩みが多くて、それに対して答えていきたいなと思ってます。はい、はい、了解しました。りょティアラチャンネル1人目、猫ペンはるかさん。はい、私は美容師になりたいです。だそうです。頑張って。ということは大学生、ぐらいかな。高校生とか大学生とか、大学生かな。大学生、美容師か。みんなどう、美容師って。美容師素敵な夢だと思います。ね、美容師に行って美容師さんに髪切ってもらうやん。めっちゃ気持ちよすぎて寝てしまう。なんか眠くなるよ、ね、昨日眠くなりよった。はい、そうでございます。美容師さんいつも話しかけてくれる、うん、笑顔で優しいし。ということはやっぱトーク力が必要だ。トーク力も必要になってくるよね、美容師になるには、うん、もちろん髪を切る技術も大変ね、必要だけども、うん、お客様をね、うん、笑顔させるようなトーク力が必要になるんじゃないかなと思います。はい、思います。はい、2人目。私は中学生に前なったばっかりです、うん、もう1週間経つのに友達ができません。どうやったら友達を作れますか。みねも正直言ったら、うん、あ、友達はいないよ。仲良しな子は離れちゃってるから、クラスが。でももうちょっと友達はね、ねねも全然いないんだけど、うん、ちょっとずつね、その友達と仲良くなっていったら、うん、いいと思う。仲良くなりたい子をまず見つけて探して、自分から話してみたり、うん、あとこの問題わかんないんだけど教えてくれるみたいな、そんな感じでどんどん仲良くなっていくの。ああ、いいね、きっかけ作りね、うん、はいはいはい、ここわからないからちょっと教えてくれないとか、うんうん、あとなんかこの前どこどこ行ったんだけど、そのお土産ではいあげるみたいな、それお揃いだよみたいな感じだったら、結構もっと仲良くなるんじゃないみたいな。もともとの友達でももっと仲良くなれると思うし、うん、まだ知らなかった友達ともおソロとかにしたら、うん、どんどんずっと仲良くなっていくっていう、うん、なんか女の子ってさ、お揃いのものとか好きだよね。うん、大好き。ね、そういったことでちょっときっかけを作って友達を作っていくと、うん、クラスで一人ぼっちになってる子とかいるじゃん。ああ、だからその子にねえねえみたいな話しかけて、うん、あれするといいかも、うん、ありさ的友達の作り方、うん、でも一人ぼっちになってる子、うん、でも一人が好きな子もいるから、うん、だけそういうところを見極めて顔を見て足を変えた方がいいと思う。一、うん、人が好きな子はなんか一人が好きな子って本読んでるじゃないですか。本読んでる、本とか、ね、本何でいいとか、そういう話したらいいんじゃないかな。じゃあ3人目、ラブスライムさん。私はクラス替えで仲の良い友達と離れてしまいました。あられ。でも今は友達ができました。よかったですね。でももう少し友達が欲しいんですけど、なかなかできません。どうすればいいですか。もう少しができないんだ。なんか友達がいるじゃん、そんないるでしょ、うん、でその仲良くなった友達のそのまた友達とどんどん友達の友達の友達の友達みたいな、なんかで仲良くなっていくみたいな。友達がその子と友達だったら絶対まだ知らない友達がいるから、うん、その子もなんかこの子と遊んでみないとかって言われる時があるから、うん、そこで仲良くなっていったり、うん、なんか例えば今日この私の友達なんだけどこの子と遊ぶんだよね、一緒に遊んでみないとか言って、あ、うんって言った方が友達になるかも、可能性がある。一番はやっぱ遊びに誘ったりすることが一番いい、ね、自分から行く感じ、自分からゴがいいと思います。で、まゆかまゆかさんもクラス替えで仲の良い友達と離れちゃって、でも今ちょっと友達はいるけどもう少し友達が欲しい時どうすればいいとか来てるんだけど、もう少し友達が欲しいっていうのはちょっとね、俺的に分かんないんだけど、そういう気持ちの時ってあるの？はい、あるよ。もっといっぱい、なんかこう2人で遊びたき、なんかもっと大人数になったら楽しいのにねみたいな、何でもできるけん感じで、あともうちょっと欲しいね、花一もむとかできる。あ、そういう時ね、うんうん、自分からグイグイ行って笑顔、笑顔で、笑顔が大事です。でもグイグイ行きすぎると、そう、なんか嫌われるから、
注意した方がいい。ちょうどいい感じで。ちょうどいい感じ。一緒に遊ばないのに一緒に遊ぶ。でもコメントにね、勇気が出ませんっていう子も結構いたんだけど。友達誘って一緒にユナは行く。あ、仲のいい友達を誘って。誘って二人で誰と誘おうって言って。え、なんか仲のいい友達を誘って、なんか誰か、ネネたちが知らん友達とかも誘っていいよって言ったりしたら、絶対友達になれるじゃん。仲のいい、元から仲のいい友達がいるでしょ。その友達と、ひなちゃんが言ったように、一緒にこの子と遊びに行きたいんだけど、一緒にいてくれるみたいな、そんな感じで、どんどん仲が強い。したら、その仲のいい友達も友達ができる、どんどん。だから、一回遊んだらもう仲良くなったっけ。そう。なんちゃら二丁。一石二鳥。あ、次、倉田ゆいさん。私は警察官になりたいです。あと有田ちゃんみたいに可愛くなること。新学期は勉強と発表をしたいだそうです。皆さん発表はどうですか。発表は今バンバンしようです。手は上げてるけど、あの勇気がちょっとあってちょっとない。あのこんな感じ。有田が、はい、なんか上げてるつもりなのに当てられない。そう、当てられないから、ええみたいな。勉強はどうですか、新学期で。勉強はでもちょっといいけど難しいよね。でもまあ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 です。ちなみに勉強はできる方ですか。できません。普通できるっていうか、わからん、自分じゃ今の自分の中では普通かな。普通できる。まあ毎日コツコツとやることが大切ですね。何事にも諦めずにそう、諦めずにコツコツと毎日すること。コツコツと。私アリサね、あのなんかね、好きなそのなんか名言があって、名前はその言った人は分かんないんですけど、夢に関することで、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていう言葉があって、めっちゃいい言葉。なんか連絡帳の代わりに学習の記録っていうやつがあるんですけど、そこに5年生の時に、学校の先生、クラスの担任の先生が一番いつも下に書いてくれるんですよ、名言を。自分が好きだなって思った、先生が好きだなって思った名言。その時にそれを見た時って思いました。へえ、いい話。そうね、自分から逃げないね、一生懸命やってやり通すことが大事っていうことね。大事。おお、いいこと言うね。あ、ユナもね、5年生の先生でね、すごい方もなんかこう、例えば何かを忘れ物した時は、人間は一つや二つ忘れる時もあるし、間違う時もあるって。今の担任の先生それ言ってる。人間なんだから、誰でも忘れることや間違うことあるから、笑ったり、あの厳しく怒ったりはしないから、間違えたりしてもいいんだよ、別にいいんだよって言ってくれてる。手挙げてない人とかね。あー、いい話。じゃあ次、後期圭さん。みんなは新しいクラスになっていっぱい友達できたかな。3人とも可愛くて元気だから友達もいっぱいいそうだね、ということだそうです。実際は友達はたくさんいますか。友達はたくさんいるだけ、たくさんいるけど、みんな離れちゃいます。そう、だから新しいクラスのみんなとも友達になりたいから、だから頑張ってます。学校あるあるでさ、仲の良すぎる友達って離れる。離れる。これね、嬉しいね。男性の方から来てます。立花風さん。小学校4年生の男がモテるためにサッカーをしようと思うんですが、他にもこれやれってものはありますか、と。野球。みんな野球やっとる。あと、ドッジボール。あと、日焼けした男子が好きで、なんかスポーティーな男子って日焼けするじゃないですか。そういう男子が憧れたり、なんかいいなと思う。キュンってなる感じです。じゃあ他にもこれやれっていうアドバイスは、日焼けしろっていうことでいいですか。違う。野球。焼けすぎると、あれだから、ドッジボール。ちょうどいい程度で、例えば、バスケ。あ、でもなんかさ、勉強ができるダンスとか、なんか歌が上手いダンスとか好きかなと思う。なんかさ、モテそうじゃない？サッカーはどうなの？サッカーもいいと思う。なんか女子のことを
コツコツ。調べてこれが好き、これが好き。待って、女子のことをコツコツ調べていく。女子が何なのか。女子が好きなもの。例えば、女子は、まあなんか、好きな色みたいな。なんていうと、なんか女子のナンバーワンみたいな。物を、なんていうとなんか、その子の好きなものをプレゼントする。あ、サッカーでもいいと思うんですけど。プレゼント。そう、サッカーはいいと思うんですけど、練習で居残りして、夜にグラウンドをサッカー、なんかサッカーでこう、蹴りながら回るから。そう、こうやって整えてる。それ、いいな。なんそれ通報されとるよ、多分。帰りなさいって言われて。じゃあ夜遅くまで残れと、日焼けしろと、野球しろと、ちょうどいいって、女子にプレゼントを渡せと。はい、じゃあ次、まこさん。私は運動が好きなんですけど、クラスには運動が苦手な人が多くて、タイプが合う人が全然いなく、話せる人も全然いません。話したいけど勇気が出ません。どうしたらいいですかね、ということだそうです。自分の好きなこと、運動が好きなんだって。でも運動が好きなことはいいと思うから、だからその運動が好きなことを、運動っていいよねみたいな感じが、いたらいいんだけど、いないってこと。クラスには運動が苦手な人が多いらしい。でもねねも苦手だけど、一緒にやってみようって。運動が好きな人と運動でが嫌いな人で分かれなくて、普通に遊んでる。あ、でも体育の時間とかあるじゃん、その時に。でもさっきユナが言った、教えてあげるのがいいかもしれないね、例えば鬼ごっこで足が遅い子がいたら、一緒に走ってあげたりとか、まあ鬼ごっこ、そう、それを言おうとしたんですよ。体育の時間の時に、先生が分かんない人に教えてあげてくださいとかあるじゃないですか。あ、その時に、その積極的に、あ、でも終わった人から勇気がないんだよね。そう、まあでも勇気は出すしかないよね。自分が好きなことはもう諦めない方がいい。きっかけ作ったりね、なんかこういうスポーツがあるんだけど一緒にやってみないとか、教えるけどみたいな感じできっかけ作りがやっぱ大事なのかな。勇気はもう出すしかないもんね。ないと何もできんけど。そうね、いいね、その教えてあげるというのがいいかもしれないね。きっかけ作らない。かくれんぼでも隠れるのが苦手だったら一緒に隠れてあげるとかね。逆に見つかるけどまあでもそこはね、まあ、最終形ね、ドッジボールやってきたら一緒にそばにいてあげるとか、そしたらね、友達もできるんじゃないかなって。以上です。ということで、トーク力アップ大作戦に関するコメントをお返ししました。ぜひ参考になってくれると嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。